歩ける限りゴルフを楽しみましょう。ゴルフ道場ハゲ、パーシモンハゲです。中高年のゴルフ、まあ、これ中高年に限らずね、ゴルフをやっている方皆さんにぜひやっていただきたい、取り入れていただきたい練習方法をご紹介します。特にスライス、アイアンでボールが上がって距離が出ないこのような悩みの方にはすごく効果的な練習方法。またそのような悩みがない方でも、まあ、飛距離アップであったりドロー系の球が意図的に打てるようになる練習方法でもあるので、ぜひ最後までご視聴ください。まず2本のクラブを用意しました、まあ、ちょうどたまたまあったからなんだけど、5番と9番です。これで左手に5番、右手に9番を持ちます。ちょっとまだね完璧じゃないんでガタガタなんですけど、で左手を前に出します。そしてこれをギュッと握らずにグリップエンドに手のひらを乗せてください。で右手は短く、右手でも片手で持ちます。右手のクラブ9番は。でこの左手のポンと乗せた状態です。これを変えずにこのまま打ってきます。要はこれが動かない、動かない、このまま大きく振らなくていいです。打ってきます。この左手こうやって掴んじゃダメですよ。乗せてるだけ、軽く軽くパチンと打つ必要ないから、大きく振らなくていいです。何でもねビュンビュンやろうとしちゃうんですよね、多くの方は。そうすると体にも良くないから、なるだけ小さく小さく、もう見ていただいててね、これがどういう練習かってお気づきの方もいるんじゃないかと思いますけど、体、上半身開かない、頭動かない、腰回すなんてやったら肩開くからクラブ掴んでられない、もしくは一緒に持ってっちゃうかもしれないね、掴んじゃって。で私がいつも言う回さない、クラブが行くっていう練習です。これ一番いいですよ。で大きく振んなくていいんです。でなおかつこっちの右手の振りもこうやって落っことしちゃうと当たんないんですよ。この手首の角度キープしたままでクラブがグリップエンド視点でこう回っていく動きをになるんです。そうしないとちゃんと当たんない。でフォロースルーもこういう風に手首がほどけちゃってこうやってやる人多いんですよ。こうやってこのまま行くとクラブはこうやって立ってくる。そしてこれで体開かないようにしてるんだけど、勝手に腰も絶対回ります。こうやってでも自分で回すんじゃなくて回るもんなんだよっていうのもこれで体感できます。ぜひこのどうせ片手打ち、どうせじゃないな、ぜひこの練習をやってみてください。今までにない感覚を得る方が多いんじゃないかと思います。皆さん個々になるほどなという気づきがあると思いますので、その気づきをその後両手で打つときにやってみてください。というわけで今回は何に効くかな、まあ、飛距離アップもするし、まあ、いろいろリリースも覚えられるし、はい、パーシモンハゲの一押しの練習ドリルをご紹介させていただきました。ぜひ皆さんお試しください。最後までご視聴くださった方ありがとうございました。パーシモンハゲでした。ごきげんよう。やってねー。